東京からこんばんは。JICA 大型研究所 UNDP 共済セミナー SDGs と人間の安全保障に向けた行動を加速する未来サミットとその先へにご参加いただきありがとうございます。JICA 大型貞子平和開発研究所の斎藤ゆかりです。本日は私が案内役を務めします。まず、 田中昭彦 JICA 理事長にご挨拶をお願いしたいと思いますではよろしくお願いいたします参加者の皆様本日はこちらのセミナーにご参加くださいましてありがとうございます SDGs と人間の安全保障に向けた行動を加速する未来サミットとその先へのウェビナーになりますそして UNDP にこの重要なイベントを共催してくださったことに感謝を申し上げたいと思います。世界は今、この複合的な危機に、えー、際しています。そして、えー、1世紀に1回の危機というふうに言われています。えー、武装紛争や経済的な危機ということが、SDGs の達成に対する危機を生んでおります。 このような危機の中で、この人間の安全保障に対する注意をより向けていくということになっています。そしてすべての人が尊厳を持って生きていける、恐怖や欠乏から自由でいられるということです。そして誰も置き去りにしないということが、この人間の安全保障の概念にも反映されております。そして、昨年、 この4月に発行された国連の文書におきましても、人間の安全保障の重要性ということが強調されております。SDGs の達成に向けての視点が盛り込まれております。JICA が人間の安全保障の概念というのを20年以上推し進めています。これが JICA のミッションの核をなすということになっています。えー、尾形貞子氏も JICA の… プレジデントに2003年に任命されているわけです。どのようにこの人間の安全保障概念に貢献するのかということです。南スーダンの給水の状況、そしてウルグアイやザンビアの水の状況に関してもお話をしたいと思います。水は人間の生活や尊厳に欠かせません。ですから、SDGs でも複数水に関連する項目が入っています。 残念ながら現在30億人の人々が<え>え安全でえ安価な水へのアクセスを持っていません、そしてより懸念されるところというのは、この水の懸念ええ、そして需要というのが、えー、に供給が追いつかないという状況です。水不足がこれだけのスキルで起きているということはえ、意図しない避難や、そして紛争のもとになるということです。 それによって、えー、人間の安全保障が欠けた状況になるわけです。南スーダンにお,けてお,おいて多くの住民が処理されていない水を使うということをインフラの欠如によって、そして紛争がな長引くことによって余儀なくされています。JICA が水の供給のインフラやキャパシティを、えー、構築することのサポートを行っております。 JICA の介入があることによって40万人のこのジュバの住民が安全な水にアクセスをすることができるようになっています水は非常に基本的なものですこれは各家庭での使用だけではなくて工業水としての使用もありますですからこの公平な水の使用ということに関してはセクターを超えた 強調というのが必要です JICA はそれを認識して統合水管理アプローチというものを行っています。ウルグアイに関しては JICA が新しいガバナンスのメカニズムを支援しています。ステークホルダーをまとめるということ、そしてその間の紛争を解決するということを行っています。これは 水質のモニタリングの科学的なデータを見ることで共通の理解を作ろうとしています。これが最終的には、えー、水銀の汚染などの監視をする全体の水質をサンタルシア川水源で行うということになります。えー、ウルグアイの住民が、 の話からえこれが周辺の同じような危機に瀕するところにまで応用されています。そして洪水や灌漑に関しての問題というのも気候変動によって起きています。これがまた人間の安全保障の危機に貢献してしまっています。ですので、えー、脆弱な人々のレジリエンスを高めようとしています。JICA はコミュニティベースの灌漑システムをザンビアで 作って、そして管理トレーニングということを地元住民に行っています。このようなことを行うことによって農家への影響というのを抑えて、そして生産による収入が減らないようにしています。このような3つのケースにおいて JICA が水関連の脅威ということに対して人間の安全保障のアプローチを適用しています。またここでは人間中心の 予防ということの原則というのはあってはめていますしかしこの危機というのは水の問題だけではありませんより複雑でその影響は深刻性を増しています危機が脆弱な人々に最も悪影響を与えることを忘れてはいけません誰も取り残さないということを考えながら一致団結をして 業界を超えて、ステークホルダーを超えて、人間の安全保障に貢献していく必要があると考えています。EUN の未来サミットが今月行われます。そして、明るい未来に向けての話ということがあります。本日のこのセミナーが、そのような動きをより活用して、人間の安全保障の SDGs への可能な貢献の理解を深める場になればと思っております。ありがとうございます。えありがとうございました。それではカメラを一度オフにしていただければと思います。それでは UNDP の、えー、ビデオをお流したいと思います。ご出席の皆様、アヒム・シュタイナー UNDP 総裁に代わり、 JICA 大型研究所の複合危機下における人間の安全保障、政治、社会に焦点を当てた報告書、Human Security Today の発刊を心からお祝い申し上げます。30年前に発表された人間の安全保障という概念は、安全保障の言説において、 領土の安全保障から人間の安全保障への極めて重要な転換を示しました。今日、記録的な暴力的紛争から加速する気候変動まで、そういった緊急事態まで人間の安全保障にとって過去80年近くで最大の難題に世界が直面している中、開発の盲点を照らし続けています。の新しいタイムリーなな分析は複雑な脅威に 対処するための統合的な政策立案の必要性を強調しています。え、そしてこれは UNDP などがこれまで推し進めてきたことと重なってきます。日本のような重要なパートナーの支援を受けて、私たちは持続可能な開発目標の点と点を結び、そしてコミュニティが教育を受け、生計を立て、貧困を克服できるように支援しています。 危機や紛争が発生した際も支援を提供し、最も困窮している人々が恐怖から、欠乏から解放され、尊厳を持って生きる自由を得られるように支援します。人間の安全保障は連帯の原則を体現するものであり、私たち全員が安全でなければ誰にも安全はありません。未来サミットを目前に控え、開発が依然として世界的な協力のための特別なプラットフォームであることに同意をし、私たちはこの世代だけではなく、 次の世代のために人々と地球の未来を確保するように努力してまいりましょうありがとうございましたハウランシューズ様そして UNDP の皆様日頃のご協力に感謝申し上げます次に人間の安全保障に関する行動の重要性についてビデオメッセージをご覧いただきたいと思います 信頼というのは本当に革新的なもので、そしてその次の問題はどう信頼を築くかということです。1つは社会があまりにも分断され、不平等が多すぎるという場合、信頼を得ることが難しくなります。不安要素が多すぎる社会の中においては、信頼関係を築くことは難しくなります。システムが何らか機能していないということになります。もう一つは、 まあ、ボイス声という言葉を使うんですけれども、自分の声が届いていると、尊厳を持って扱われていると感じているときに信頼を得ることができます。<笑><笑>人間が力を与えられ、守られ、尊厳を持って生きることができる社会を作るために、どんな行動をとっていますか <laughs> メムダズ・モスター・ファビーです、えー。国連人間の安全保障ユニットチーフです。 このような危機、気候変動による大災害、紛争による移住、パンデミックの脅威など、多層的な危機を前にして、これまでのビジネスはもう効きません。国連人間の安全保障信託基金を通じて、私たちは包括性とパートナーシップへの深いコミットメントに根ざした別のアプローチが可能であるということを実証しています。私たちのイニシアチブは まず被害を受けたコミュニティが地元や国の役人、コミュニティを基盤とする組織、民間セクター、そして地域や世界のパートナーと協力することから始まります。え平和と繁栄を阻,阻む障害や人々が直面する課題について深く掘り下げて理解をします。そして、パートナー間の持続的な対話と関与のためのプラットフォームを構築します。 このプロセスは、理解を促進し、長期にわたる協力への献身的なコミットを強化します。イノベーションを促進し、包括的な戦略を推進します。そして、信頼と連帯を築きます。これらのことが、人々が力を与えられ、保護され、尊厳を持って生きる、永続的なレジリエンスと社会変革の礎となります。ありがとうございました。 ナマステ。インドのエクタパリシャドから、ラャャゴパパルと申します。エクタ・パリシャドはえ社会から阻害された人々のために活動する組織です。マハトマ・ガンディは早くからあらゆる行動は社会の最後の1人のエンパワーメントにつながるべきだということを述べていました。その原則に基づいて、 私たちが携わっている主な仕事としては、若者を訓練して、<laughs> え非暴力的な行動ができるようにすることでした。そして、この人たちがまたコミュニティにそれを持って帰るということです。私たちの主な行動としては、土地や生活資源の管理と利用をめぐるもので、え政策立案者の関心を引くための部分もありました。 そして長年の行動によって都市土地と生活資源の管理という観点で最終的に交渉による解決に至り今日に至っています多くの先住民が土地と生活資源をめぐる生活と文化を維持し続けるためにこの土地の恩恵を享受しています私たちの経験は SDGs が設定した目標、持続可能な開発目標が設定した目標は、貧困撲滅であれ、環境危機や気候危機であれ、人々が自らの手で責任を負い行動して初めて達成できるということを示しています。また、ボトムアップ型の参加型開発手法の方が、 今日のようなトップダウン型の開発手法よりはるかに優れていると信じています。ありがとうございました。ジョベンレイエスです、えー。フィリピンのスローンピース社で、女性平和安全保障、気候安全保障に関する戦略アドバイザーを務めています。私たちの世界は文極化と混沌に満ちています。そして何が起きているかの根本原因に目を向けることが重要です。 えー、これは、えー、武力紛争や資源をめぐる紛争、気候変動にとどまるものではありません。そして、さまざまな人が差別を経験し、えー、自分たちの声を聞いてもらう場を失っています。また、女性やその他の社会弱者に対する暴力が続いています。そして、 貧しいままである私たちの人々に機会が与えられていない状況があります。専門知識と分析は私たちの活動において非常に重要ですが、それ以上に私たちは社会的な弱者のために安全な場所を提供し、そして彼らの声を聞き、彼らの状況やニーズを表現するということが非常に重要だと考えています。 そしてそれが具体的なアクションや持続可能な行動に発展していかなければなりません。そしてこれはえ人々自身、特に弱者となっているセクターの人たちがこの変革の全過程に加わって初めて達成できます。ベン・リッキーと申します。ソロモン諸島出身です。ソロモン政府の保健・医療サービス省に勤務しております。 ソロモンにおけるヘルスセッティングコンセプトやアプローチを担当しています。えー、ヘルスセッティングのアプローチで重視しているのは、人々の生活、特に人々が生活をし、住み、働き、遊び、礼拝する場所での生活に向き合うことです。このコンセプトは、人々が直面する問題の根本原因を扱うものです。私たちは環境と人々の行動変容を促進し、特に人々が生活し、 環境と健康を守るために人々の見方を変えるべきだと考えています。私たちの主な目標としては、人々のより良い健康のために予防的保護的支援的な環境を作り出すことです。え続いて。 じゃ、ジャイカ小高研究所、研究所長の、あみ洋一先生に。基調講演をお願いした、どう思います。よろしくお願いいたします。今日はご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。じゃ、小高貞子平和開発研究所。研究所長の、あみ洋一でございます。今日のウェビナーの中では。 どのようにして SDGs と人間の安全保障に向けた行動を加,加速させる方法について JICA のフラッグシップレポート人間の安全保障第2号を参照しながら簡単にお話をさせていただきます。今日の世界は気候変動、自然災害、環境の悪化、パンデミック。 経済危機、暴力的な紛争など様々な脅威に直面しております。え、これらはすべて世界中の人々の生命、生活、え、尊厳を脅かしております。今月、の、終わり、え、ぐらいになりますけれども。ニューヨークで、え、未来サミットが開催され、え、未来のための協定を採択することになっております。先週発表されました最。 新の草案では、私たちが直面している世界的危機の深刻さと蔓延を率直に認識するところから始まっています。そして人類は破滅、存,在存続の危機に至る可能性のあるさまざまなリスクに直面しているが、その多くは私たちの選択によって起きていると述べています。つまり将来の大災害を回避し、 より良い未来への道を開くことができるかもしれない、その選択は私たちに委ねられているのです。私たちの研究所、緒方研究所ですけれども、元国連難民高等弁務官でいらっしゃいました緒方貞子先生にちなんで名付けられています。尾形先生は 私たちへの行動、研究が現地への喫緊のニーズに基づいて行うべきであると何回もおっしゃっていました。先生が喫緊ということを何回も使われました。これは実は1990年代の難民を取り巻く状況について考えていらしたころです。今日、コロナ危機、ヨーロッパや中東での戦争や気候変動の激化に加えて、経験をしております。 私たちはこのようなグローバルなリスクと危機の本質を認識する必要があります。こちらの図ですけれども、人間の安全保障報告書の概要版から引用したものです。JICA 理事長の田中昭彦先生が述べているように、物理的システム、生活システム、社会システムから生じる脅威というのは、実は相互に絡み合っているのです。 ですから私たちはこのような非常に複雑な世界的なショックに効果的に対応する必要があります。こちらの中に金融リスクに関する危機もあります。実はこれらのリスクが互いに影響を与えているというのです。そしてそれが発生するリスクというのもあります。つまり 最も脆弱な人々に影響を与えたりあるいは遠隔地にいる人たちに影響を与えるのですつまり私たちは体系だったそしてシステマティックな方法でこれのようなリスクに対応することが必要なのです では、どのような方法があるのかということで3つのポイントを挙げたいと思います。1つ目は理想を見直し再確認することです。2つ目ですけれども測定することに投資を行うことです。3点目ですけれども現場重視のアプローチを取ることです。では、まず2目です。 普遍的な理想の重要性え、つまり人間の安全保障や尊厳といった問題から始めたいと思います。私たちが目指しているのは人間のウェルビーイング、尊厳が確保され、そして地球の健全性が保たれるということです。ですから人間の安全保障、 ということになりますと現在の sdg s の枠組みで十分に対応されていないものがあります具体的には ai であったりデジタルな協力というのが入ってきますはもちろん重要なことですけれども私の考えとしては中心的な sdg ずのアイデアは変更されるべきではない a と思います 分断化が進む世界の中で私たちが全ての関係者の統合に向けて進めることができないからですだからこそ人間の安全保守という考え方を重視していますこれは人間の尊厳も含まれますけれども国連憲章世界人権宣言にも謳われている内容となっています 人間の安全保障の概念というのは、実は理解しにくいという声も聞きます。そこで、人間の安全保障報告書では、人間の安全保障の要素を図で示しております。人間の安全保障というのは、アジェンダでありまして、恐怖から、あの自由、欠乏からの自由、そして尊厳を持って生きる自由を確実にするものです。 人間の尊厳という考え方は最近再び注目をされていますけれども尊厳経済あるいは尊厳の科学といった議論の中から生じたものであります人間の安全保障の実践においてコミュニティのレジリアンスも重視されておりますまずこの報告書の1点目ですけれどもいくつかの概念を つまり、人間の安全保障に隣接する考え方に関しても説明をしております。国連では、世界的な危機を解決する能力が低いと批判されることがあります。しかしながら、私の考えとしては、反事実的な国連のない世界というのは、非常に悲惨なものであるのではないかと思います。 日本の開発協力大綱によりますと、人間の安全保障を基本的理念として日本は位置づけております。この枠組みの中で、JICA では人間の安全保障の考え方を積極的に推進しております。これは国連、UNDP が当初立ち上げたものです。 この推奨というのは、国連加盟国にとっても、国連のシステムにとっても歓迎すべきことであります。では続いて2つ目のトピックであります、測定についてお話をします。SDG には指標は200以上あります。しかしながら、これをすべて覚えている人というのはいません。多くの指標に関しては、統計データというのがひも付いていないのです。 大型研究所では定量的な調査を行って変数同士の相関関係を分析して限られた数の中心的な指標を提案しています例えばもし指標 A が改善すれば指標 B のパフォーマンスも改善するということをこの判断ができれば指標 A 改善するということを の測定に集中ができます近いうちにえこの研究の結果を発表する予定でおります信頼できる方法ももちろん必要です SDGs と人間の安全保障を実現するための行動の効果を測定することができる方です人間の主体主観を測定したり地理情報システムを効果的に活用することも必要です 人々のウェルビーンと安全保障、そして地球の健康の測定は、OECD の研究テーマで、ノーベル賞を受賞された経済学者のジョセフ・スティキュベツさん、そしてアーマルティア先生が中心となっています。先教授は、尾方貞子先生とともに2003年に人間の安全保障という概念を確立されました。 ステグリッツ教授は定期的に当研究所を訪問され、研究指導や協力をしてくださっていらっしゃいます。ステグリッツ教授と私の対談記録がインターネットで公開されております。まあ、私の発言の部分は飛ばしていただいて構わないんですが。 スティグクッツ教授は、測定の問題に対する非常に貴重な意見を述べていらっしゃいます。と同時に、信頼、そして意見の大切さにも触れていらっしゃいます。測定というのは単に知的好奇心を満たすためのものではありません。実践の質を向上させてくれるものです。JICA アアではテーマ別グローバルアジェンダーを SDGs に関するすべての開発問題についてセットをしております。 JICA はまた世界各地に100近い国に事務所を持っておりますので国や地域の状況に応じて活動を行っております。ですから私たちは人間の安全保障という概念をこうした活動を全てに共通する分母として用いることで JICA 独自の 人間の安全保障指標を開発し実践の効果を定期的に測定するということを考えております。3つ目ですけれども現場重重視視の視点の点要性です SDGs においても人間の安全保障においても私たちは人々の身近なところで変化を起こす必要があります。 誰一人取り残さない社会を実現するためには誰がどこに取り残されているのかを知り人々が暮らす地域社会の状況を改善する必要があります。この側面において,ましてローカルなこの指標を使うということは非常に注目を集めています。 人間の安全保障に関する国連事務総長報告が今年1月に発表されましたが、その中でグローバル、地域、え国、自治体レベルでの人間の安全保障に関する行動を振り返っています。誰一人取り残さない社会を実現するために、事務総長、特別顧問であります高須幸男先生が人間の安全保障に関して、 自治体レベルにおける細、SI、分とされた人間の安全保障指を作成されました。当事務所では英語版を作成し、ホームページからダウンロードしていただくことができます。昨年5月には国連本部において指標発表のシンポジウムが開催されました。私たちは、 国の平均ということをよく話をするわけですけれども、実は国の平均ということに直接取り組むということができません。すべての国、地域、すべての地区において改善があったときのみ、平均というのは改善されるのです。この意味において、私たちはステークホルダー、そして各部門と連携を行う。これを コミュニティのレベルで行う必要があります。コレクタブインパクトアプローチについて私たちはよく知っているわけですけれども私たちは活動を調整しその結果を表彰しますがその一方で自律性を保つ必要があります報告書には保健栄養部門のケーススタディが含まれており どのようにしてアクターが協力し、集団的効果を最大化するかということ、方法について論じています。ソロモン諸島などがその具体例として挙げられています。日本の開発協力大綱では、連帯、信頼、価値の競争の意義を強調しています。ジャイカの田中理事長は メリー・カバチェロ・アンソーニ教授との対談の中で、平時から協力を促進し、複数のステークホルダー間の信頼関係を構築することが、緊急時に効果的な行動を編成するということを強調していらっしゃいます。現在、JICA では、人間の安全保障に関するグッドプラクティスを示すナラティブを収集し、紹介できるよう取り組んでいるところです。 私たちを取り巻く複合的基地は深刻かつ蔓延延しており複雑であります。UNDP の人間安全保障に関するレポートの中で強調されているように今後より団結した世界が必要なわけです。ここれはこの 未来サミットのために必要です SDGs に, SD に加えてサミットでは気候変動、若者の参画デジタル技術、開発金融の再構築、国連改革に関する追加行動についても話し合われる要求になっております。どのようにしてアフリカ、さらには終焉化された地域、 社会的脆弱層の声をどのように主流化していくか、またグローバルなシステムにおいて、彼らの代表権をどう強化するかということが議論されます。また効果的な規制体制に関しても議論されます。と同時に、再び強調したいのは、人類共通の価値観をの重要性を改めて強調したいと思います。 SDGs の原則人権の安全保障と尊厳の重要性が誰一人取り残されることがない社会を実現するためには必要であり、今後ニューヨークで行われる議論にとどまらず、それ以降の議論においても不可欠な要素になると確信しています。私たちすべてに及ぼす分断を告発する必要があるからです。 人間の安全保障に関する報告書は、日本語と英語と両方で定期的に行われています。人間の安全保障に対する私たちのコミットメントは、報告書が単体の出版物ではなくシリーズとなっていることからも明らかだと考えております。第2号となります。人間の安全保障、複合危機化の政治社会と人間の安全保障は、 私どものウェブサイトからダウンロードできますのでご覧いただいてえフィードバックをいただきたくどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。ではカメラをオフにしていただければと思います。続いてパネルディスカッションに移りたいと思います。本日の4名のパネリストを紹介いたします。パネリストの皆様、 お名前をお呼びし、ご紹介をしましたら、お一人ずつカメラをオンにしていただければと思います。まずは、ハ、えーカルステン・スタウアー様です。OECD の開発援助委員会の議長ですえ。続いて、ペドロ・コンセイソン博士、UNDP の人間開発報告書室長です。スリッポン・ワチャワルク教授、タマサート大学の教授です。 原翔平様 JICA の理事ですそして本日のモデレーターは JICA 尾形研究所の宮原千恵副所長ですプレゼンテーションとディスカッションをパネリストにしていただいた後はフロアの方からの質問をお受けしてその後そのまま質疑応答に移りますディスカッションの間 Zoom の画面の下部にあります Q&A ボタンからパネリストに質問をお送りいただければと思います。それでは始めていきたいと思います。宮原さん、お願いいたします。ご紹介ありがとうございます、斉藤さん。では、本日のパネルディスカッションを始めていきたいと思います。パネリストの皆様、本日はご参加ありがとうございます。非常にお忙しいと存じますが、改めてありがとうございます。 このパネルディスカッションの中で40分で2つの質問ね、そしてその後 Q&A、A、まとめのコメントと移っていきたいと思います。そして私たちが非常に大きな複合危機器、返済やパンデミック、経済危機、ブロック運送などの危機に、 直面しているということをおっしゃってました2030年までの sdg s の達成が非常に難しいタスクとなりつつあります最初の質問ですが共通の脅威に直面し sdg s の目標年である2030年に近づいているにもかかわらず国際社会がますます分極化に極化しているように見えます 合意された目標やゴールを達成するための集団的な努力を妨げています。何が問題でどう対処できると考えますでしょうかというのが最初の質問です。それぞれのパネリストの方、5分でこの質問に答えていただければと思います。まずはスターカースネスタウアー議長にお答えいただければと思います。本日はありがとうございます。どうぞお答えください。ありがとうございますそして参加者の 主催者の方、こちらを非常にタイムリーな、えー、タイミングで開催していただきありがとうございます。人間の安全保障と脆弱性は最も脆弱な人々の間で深刻化しています。そして SDGs 達成に大きな遅れをとっています。心配となる数字がいくつかあります。2022年に1946年以来最大の数の暴力的紛争を目撃しています。そして、えー、OECD の脆弱 不正フレームワークで特定された60の脆弱な状況のうち、え飢餓や良好な健康、ジェンダー,なジェンダーの平等に関する SDGs を達成できる状況にあるものというのは一つもないです。このような状況の中で、ダックの加盟国の平和構築のための政府開発援助は、2021年に15年ぶりの低水準に落ち込んで、 いますということで課題が明らかにいくつもあるということになりますこれが国際援助国やコミュニティにとっての課題となります sdg s の追求に影響を及ぼす課題の多くというのは、えー 暴力や武力紛争の増加、借入コストの上昇に関連する経済的課題の増加や、FDI をめぐるグローバルな競争の激化など、2015年には予想されていなかった点が多くなっています。また、ジェンダーの平等や女性のエンパワーメントの達成に関する SDG5 の進展は非常に重要になります。それ自体が目標で、また他の SDGs にまたがる持続可能で、変革的な変化を促進する可能性があるからです。 えー、2021年から22年にかけての最新データによれば、ダック加盟国による ODA のうち、ジェンダー平等を政策目標の一部に掲げたのはわ,わずか43%、収容目標で掲げているのは4%となっています。特に脆弱な環境において、人間の安全保障の向上のために不可欠なのは安定した財源です。しかし、脆弱な状況のニーズに合わせて、より資金を適切に調整する必要があります。 目標年の2030年に近づくにつれて、えー、政策や枠組みに疲労が見られ、新たな課題に直面するための政治的再生の必要性が強調されています。今月末のニューヨークでの未来サミットがこの問題に取り組むことを期待したいと思います。そしてあた新してて新いい地理戦略的なコンテクストにおいて えー、そして特に政治レベルにおいて SDGs に関連する行動を伝えるための新たなアプローチを構築するということを意味しています。多、えー、国間主義の価値を効果的に伝えることは不可欠です。デジタル革命が可能にした劇的なコミュニケーションの変化に対応するだけではなく、政治的に分断された環境の中で、個人的レベルでの政治的ネットワークの活性化が必要です。 開発と平和政策の間の戦略的なギャップは人間の不安や不安定さの重要な断層であり、開発や平和戦略の連携が必要になります。そして、経済的脆弱性の問題に関する紛争に配慮した関与を含めて、アジェンダ2030にとって不可欠になります。政治的制約のある環境の中での活動に関する分析が強調しているように、より新しくスマートな パーートナーシップが必要ですどの地域のパートナーと関わるかを決めるために政治・経済のダイナミックスをよく理解し、国の優先事項が SDGs と一致しない可能性があり、そして国家機関が認知や正当性を欠く可能性がある多くの状況で生じるジレンマをどう管理するかというのが大事になってきます。新たなよりスマートなパートナーシップの必要性に取り組むことは合意された目標とターゲットを達成するための集団的努力にとって不可欠なステップです。ありがとうございました。 確かに複合的な危機というのは、すべての人に影響を与えますけれども、脆弱層により深刻な影響を与えます。ですから、そこにより大きな注意を払っていく必要があると思います。えジェンダーの平等というのも、人間の安全保障において非常に重要になります。GP、ネクサスに関しては、この後また触れますけれども、経済レベルのパートナーシップが非常に重要な面になります。 そして、この点に関しても新たなディスカッションポイントになると思います。えー、続いて、えー、ペデロ室長に、えー、同じ質問をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。えー、l NDP がこのウェビナーを共催できますことを非常に嬉しく思っております。えー、そして、えー 最新のお人間の安全保障報告にも絡めての話になるんですがええどのようなあその安全保障の認識があってえ このような世界を人々がどう認識しているかということなんですが、7人中6人の人が、えー、この不安定さの中で生きているというふうに感じているということになります。私たちの分析を見ますと、この不安定さ、危険な状況というのは、未来サミットで扱う テーマののううちの3つを占めるということいこになりま,すまた先ほど触れた分局化ということについても後ほど触れられればと思うんですけれどもえこの危険がある不安定だと感じている人は他者との信頼を感じにくくなっていますお互いに信頼ができないというようなことまた組織なども信頼ができないということが未来のサミットでも大きな要素になってきています その安全性の認識というところがその信頼のあるなしに関わってくるということになります。そしてこの危険や不安定な状況のという状況になると自分の人生をコントロールできないと感じる人が増えます。人生をコントロールできないということはエンパワーメントにも関連してくるエージェンシーという考え方にも、えー、関連してくるということになります。 ウェルビーングということが強調されてそれが政策などの中心面になることが多くそれは重要なんですけれども長期間にわたってそこを当たり前のものと考えてあまり光を照らして重要視をしてこなかったというふうに思います人々が自分の人生をコントロールできるということが自然に出てくると思っていたわけですが必ずしもそうではないということが分かって できました、えー、実際にそれが悪化していてより、えー、自分の人生がコントロールできないエージェンシーで欠けている、えー、自分の暮らしや未来を形作くということができないというふうに感じています。そして3番目に文教科の話になりますけれども、えー、不安定さを感じている人たちは 政治的なスペクトラムの中でより極端なものに惹かれるという傾向があります。まあ、それは左派の場合も右派の場合もありますけれども、これがまた文局化ということにつながってくるわけです。そして、えイデオロギー的なあところの要素もありますけれども、その不安定さによって、 で分極化が進んでいいくととうことになります極化は非常に危険なものです。人々が政策の優先順位や何をすべきかということに対して違う考えを持つということだけではなくて、自分をグループの中で孤立化させるということが起きて、そしてお互いにコミュニケーションをとって団結するということができなくなるわけです。これがあ今私たちが直面している。 多くの国や社会の課題ですし、国際社会の中でも問題になっていると思います。えということで、まあ、もし分析が正しければ、信頼の欠如、そして、えー、エージェンシー主体性の欠如、そして文局化という要素があると思っています。そしてこの危険不安定という状況に 関してはサミット、未来のサミットの4つのうちの3つ、そのエージェンシーを持つということ、信頼を取り戻すということ、将来への未来への方希望ということの3つに関連してくることになると思います。ですので、そこで私が今日お話したい変念というのは、人間の安全保障を進めることがこのようなあ。 不安定さに対すす。る認識を変えてていいくものだと思っています、えー、田中さん、そして峰さんもおっしゃいましたけれども、具体的かつな考え方をこの、この達成に向けて出していく必要があると思います、えー。人間の安全保障を進めていくということが、それ自体が必要なことであるのはもちろんですが、 今、今日、私たちが生きる世界においては最も重要性を増していきいると思います。信頼や分極化、人々がエージェンシー主体性を持っていく未来に希望を感じるということに関して、より重要だと思います。現在の分極された世界に関する分析をありがとうございました。また、人間の安全保障に関するご意見も賜り、 その中で不安を感じる人たちが信頼感を失っているということもご意見の中にありました。エージェンシーの問題というのはシェフォン先生のご意見と関連をしていると思いますので。 えー、ここでサ、えート大学の、えー、シリポン・ワチャワルク先生にご意見を賜りたいと思います。今日はご参加いただきありがとうございました。ここでインプットをいただけるということは非常に価値のあることだと思いますのでお願いいたします。えー、今日は、えー、この非常に、えー、興味深く重要なウェビナーに。 参加させていただきありがとうございます。ご質問に対する答えですけれども、三つの問題点があると思います。相互に関わった問題であります。最初の問題からまず始めたいと思います。それは何かと言いますと、私たちの国際社会とあ,あいう中には、 さまままざな脅威ががああるとということがありますですから国家というのがメインアクターでいるということができないわけです。もうしこの国家というのがその問題の一つなのか解決方法の一つかということが明確でありません。政治的なコミットメント。 これはリーダー、国家のコミットメントの問題もありかと思います。まず、リーダーを説得して、コミットメントに取り付けるということ、そうすることによって安全保障を確保することによって、国家の優先事項が国家の安全保養日、お人間の安全保障へつなげることができます。ASEAN アアの場合には、加盟国がご承知かもしれませんが、 一般的に国家安全保障を重視するという傾向があります。これはおそらく歴史的な背景によるものです。基本的に人間中心の ASEAN というのが強調されつつあります。ある意味において、これはこのように解釈することができます。これは人間の安全保障の結果がもたらしたものであります。 難しいのは何かと言いますと、人間安全保障は、性格上、そして開発プログラムにおいて容易ではないという点です。もしこの考え方を取り込むことによって、プロジェクトにつなげることが出れば、実践的に、そしてローカルなレベルにおいて、一歩を踏み出すことができると思います。国家の安全保障と人間の安全保障ということは、重要な問題として取り組んでおります。 では、なぜ国家というのが問題の一つなのかということについて説明をしたいと思います。他の社会のアクターにも同じことが言えるかもしれません。例えば、市民社会、そして自治体の当局に関して言えることは、スケークホルダーのエンゲージメントに関わっていますけれども、あるいは問題であるかもしれません。 ですから、並行して行わなければいけないのは、市民社会を強化していくということです。コンセプトをローカライズするということ、そしてローカルレベルでの実行というのの概念を明確にするということ。といいますのも、ローカルなアクター派の役割というのは非常に重要からです。 コンセプトをまずローカルなレベルに落とし込むということだと思います。これが重要な点です。私たちが人間の安全保障を強化し、促進し、そして LG をさらに進めたいと思う場合には、こういった点が重要かと思います。シープラン先生、どうもありがとうございます。人間の安全保障は従来型の安全保障とは確かに異なります。 市民社会とのあ関わり合いそして政治のより高いレベルのコミットメントも必要だと思います先ほどカーステン大使がおっしゃったように私たちにはたくさんのゴールがあり目標があるのでどのようにしてここを協力していくかということが問題であると思いますというのはネ先生がおっしゃったように現場の声に耳を傾けるというのも同等に重要だからです では最後ということでジャイカ理事の原先生にご意見を賜りたいと思いますあ原翔平と申しますジャイカあの理事であります最初に自己紹介をさせていただきます私は海外コミュニケーションファンド で仕事を始めまして30年間この分野で仕事をしてまいりましたインフラであったりあるいは資金の対応ということを中心に活動してきましたイラクというのは人間の安全保障のホットスポットでありますがここで仕事をした経験があります 中心となっていたのは電力セクター、そして水の供給部門ということになりますが、考えていたことはどういうことかというのは、人間の安全保障というのは人道支援とあるいは人道支援機関に関わっているという点でした。実は正直に申し上げますが、この分野に関しては私は素人であります。と同時に、 昨年、日本政府とともに開発対抗の改正に携わりました。この機会に実は人間の安全保障に関して多くのことを学ぶことができました。こういった背景が私にはありますので、まず一般的な私のお答えということでお伝えたいと思います。ほとんどのことが他の先生方がおっしゃったことと類似しています。 まず分局してしまった世界に関しては、非常に多くの不安が、国境を越えて、さまざまなコミュニケーションツールを投じて広がっています人々は、さまざまな脅威を感じ、そして尊厳が危機に瀕しているわけです。 SDGs の達成の負の側面もあるかと思います。もちろん、人の視点からこれを理解し、対応することは重要です。人間の安全保障という概念ですけれども、包括的に考えた場合には非常に有用な問題です。多くのステークホルダーの間に共通の理解を醸成することができる方です。さまざまな気球に瀕していることです。 そしてこの対策を取るあということが、えー、行動に結びつくということを考えて優先視されるべきであります。ご質問に対するあ一般的なお答えというのが今申し上げてるんでありますけれどもあ個人的な意見として言えるのは私はどちらかというと現場の実務家でありましてこの問題に関しては素人であります。実務家として人間の安全保障というのは 非常に難しい概念であるというふうに感じております。哲学であり概念的であります。えー、そして多面的です。あですから、実務家の私のような人間にとっては分かりやすいものあではありません。しかしながら、と同時に非常に多面的な人間の安全保障でありますので、人間の安全保障のエントリーポイント、入り口は多岐にわたるという点です。 例えば不安、インセキュリティということに関しているのは、多くの人々の間で、これがうまくいっていません。これは途上国だけではなく、ぜ弱層だけではなく、先進国においても、実はその不安ということを日々感じているわけです。ですから、このような多面的な人間の安全保障の側面を見ることによって、 さまざまな議論の場が想定できると思います。人間の安全保障に関して議論が可能です。そうすることによって人間の安全保障というのを私たち自分ごととして捉えることができるので、そうすることによって、 特に離れた人たちに関しても考える機会となりますし、どういったあ脅威に苦しんでいるか、そして共感する機会となります。これは非常に重要なことであります。あ特に未来サミットということを視野に入れますと非常に重要であり、人間の安全保障に関する考え方をさらに更新していくわけです。 はい、開発協力大綱の改定をしたというお話をしましたけれども、人間の安全保障というのは、すべての開発、これは日本、政府、JICA にとっても中心となる指針となります。対抗の 改正といいうのは非常に良いコミュニケーションンポイントでありました私たちのコミットメントが人間の安全保障に関わっているということが伝わるかとです。最後の点になりますけれども、民間部門というのはますます多くのことを実現するというのが見て取れます。あつまり社会問題を解決する力を身につけているという点です。特に私たちは現在 私たちの持続的なファイナンスツールを促進したいという段階にあります。民間部門、あるいはその産業と連絡を取ることによって、さまざまな豊かな人間の安全保障のナラティブというのが共通言語として機能する可能性もあると感じています。以上です。ありがとうございます。 はい、ありがとうございました。ご経験を、えー、シェアしていただきました、えー。日本の政府の関与、そして人間安全保障へのコミットメントのお話もいただきまして、また非常に重要なポイントである人間の安全保障は途上国だけの問題ではなく、先、え、進、ー、国の人 例えば日本やアメリカやその他のヨーロッパの国における人々の不安にも関わってくるところということがよく分かりました。ありがとうございました。1問目を皆さんにお答えいただきました。さまざまな人間安全保障に関わる問題や課題、そして SDG の目標の達成に際してもどういった問題があってどう対処するかということを伺いました。脆弱層のの人々の声をを聞く場面を作って そして貧困の撲滅などを知って、えー、複合的危機のインパクトをなるべく抑えていくそして人々の生活における不安を緩和していくということですまた文局化によって集団的な行動や協力が阻害されます。 そして、どのようにこの長い目標のリストを達成していくかということが問題になってきます。また、どのようにそこの費用を捻出するかということもあります。ジェンダーの部分でもまだまだ大きな問題があります。そして、2015年には想定していなかった大きな問題があります。そして、気候変動もありますし、人々の紛争ということもあります。 そして人道的な部分に関連してくる問題に関しても次のパートで触れられるかもしれません1問目に対する皆様の答えなども受けましてさらにディスカッションを深めていくために2つ目の質問をお聞きしたいと思います SDGs の達成と人間の安全保障の確保のために私たちはどのような行動をとるかということで 再びファ、えー、ステン大使の方からお話を伺えればと思います。ありがとうございます。本当にこれは答えが難しい、えー、質問だというふうに思います。そして SDGs の目標の、えー、ショートカットのようなものはないと思うんですけれども、2つの、ね 観点などでお話をします、えー、政治戦略レベルなどの話をしていこうと思いますがその政治戦略では3つの点をお話ししたいと思います、えー、政策と枠組みの SDGs のエコシステムというのはその妥当性を維持するために適用しなければいけませんこれは非常に、えー プロセスに対して政治的な再生が不可欠な要素になります。政治的なリーダーをこの場に呼び,戻す呼び戻さなければなりません。これこそが未来サミットと来たるべき開発のための資金調達4が取り組むべきことであるというふうに考えます。なモメンタム、勢いがうき失われていますが、そこをまた加速していく必要があります。二つ目に SDGs に関する行動を伝えるための新しいアプローチが不可欠です。 えー、アイディアや価値観の市場では競争がより激しくなっていて、えー、新しく強力なプラットフォームというのが、ターゲットとするオーディエンスへのメッセージを増幅させていると思います。そして、えー、政治的に分断されたあ環境において、開発、平和、多国間主義の価値が理解され、供実性確保されるアプローチが必要です。 3つ目に、開発と平和の間の溝を埋めることは、アジェンダ2030にとって不可欠であるということです。地政学的な現実を見ますと、開発と平和の戦略のより緊密な連携が求められます。ここ数十年、再度化したアプローチというのが、人間の安全保障から生物多様性の損失まで複雑な状況、課題が絡み合っている現状に対処するために有効ではないという状況になっています。そして、政策レベル でのお話もしたいと思っていますが最近発表された oecd の開発協力報告書2024が7月に出ましたえここで人間の安全保障に関連する4つの重要な政策行動を強調しているというふうに思っていますえそして一つ目はプログラムの設計と評価において貧困削減と気候の部分をより良く統合することで利用可能な資金の有効性を高めることが必要です 2つ目に、開発途上国の税制において、国内の資源の動員を強化するための能力を構築する必要があります。3つ目に、女性の労働市場への参加と、グリーントランスフォーメーションに参加した場合の恩恵を受ける能力を高めるために、女性の技能と能力開発の機会を拡大しなければなりません。4つ目に、労働の正規化と、 団体交渉権を支援することで、包摂的な労働市場と、えー、しっかりとした労働条件を育成しなければいけないということで、これが今後、キーになってきます。OECD ・ DAC としては、人間の安全保障と予防を促進し、開発と平和の溝を埋めるような、より統合的なアプローチを引き続き追試していきたいというふうに思っています。そして、n e x ス s のところでは、 さまざまな、えー、開発と平和に関する思考と対話を促進するという内容が、この脆弱性の国家2025報告書に含まれるということになります。えー、今日ここにいる皆さんに考え続けてほしいことがあるんですが、どのように人道、開発、平和の,このつながりにおいて行動効果的な習慣中断行動を取るためにリスクを取ることができるかということです。あらゆるることが優先される複雑な状況において えパートナーである政府やその他のパートナーはプログラミングや政策に優先順位をつけることができるのか主導する力をつけることができるのかということです脆弱層の声が聞かれていませんそして AJC というものを欠けているという状況があると思いますこのような状況に対処をして前進をしていく必要があると思いますそしてさらなる 対話ディスカッションを皆さんとしていければと思います。ありがとうございますえ。政策レベルの観点でのヒントを、そして私たちがさらに考えるべき質問も投げかけてくださいまして、ありがとうございます。個人的には、もし時間があれば3つ目のポイントのところを進めていきたいんですけれども、JICA として、 ではこ、えー、このネクサスを長いいい間待ってたたということうもありましたあそして、サイロ化のことに関しては先ほども触れていただいていて非常に重要な点でそのエージェンシーの実施というところにもつながってくる部分だと思います。ありがとうございます。実、え、感、ー、の制約もありますので、えー、スリッポン先生のお話をここで伺いたいというふうに思います。 2つ目の質問ですけれども、2つのグループ分けというのをしています。まずは、市民社会や地域の政府、そしてコミュニティが、 よりエンパワーメントを受けて、いろんなものが準備された状況になる必要があると思っています。この質問の2にお答えする中で、どういった活動を市民社会の中で促進していくかということでお話ししたいと思います。特にその地元の市民社会で、地元の人と手を取って行うということ、ここが非常に重要だと思います。より多くの機会を与えて、 え重要な政策などの意思決定に参加できるようにするということです。自分たちの生活に影響を与える意思決定に参加をできるようにしておくということです。そして発展途上,途上国において政府に対する、また市民社会に対する NGO に対する姿勢というのも重要だと思います。ある程度政府を説得して 姿勢とか認識、社会、市民社会に対する姿勢や認識を変えてえ、もっと様々な機会を与えて共同していくべきだと思います。地域社会、コミュニティに関しても、この人間の安全保障のコンセプトや SDGs を理解するのが難しい場合もあるかもしれません。ですが、実際にその恩恵を享受する、うもしくは、 え不安定な状況、不安の影響を受けるのが自分たちであるということです。ですから、彼らを巻き込んで対話をして、開発をしていくということが必要だと思います。これが1つ目です。2つ目に関しては、次世代ということ、若者ということです。私は大学にいるということもありまして、え将来に進んでいく中で、 人間の安全保障、SDGs の重要性を理解してもらいたいと思ってます。より情報や機会を彼らに与えて、政策決定に関与していくような人になってほしいわけです。そして、こういったコンセプトをカリキュラムの中に入れる、そして教育システム、政策の中に入れていくということが重要だというふうに考えます。そして えー、アジアの多くの人たち、ASEAN のことに対して、えー、理解というのがそこまでなかったと思いますが、えー、こういった内容をカリキュラムに大学で入れていくということで、少し理解が深まっていると思います。ですから、人間の安全保障や SDGs のコンセプトを進めていき、これをローカルレベルで実現するためには、若者を ターゲット層にする。そして彼らが理解できるように助けていくということが生活の中で必要だと思います。ありがとうございます。シェフォン先生どうもありがとうございます。ま地方の参加あ、そして関わっていくということが、人間の安全保障においても sdgs においても重要であるというご指摘でした。 これを国内、国際レベルということとともに、ローカルなレベルということが重要であるということでした。そうすると同時に、次世代の参加ということにも触れてくださいました。次世代というのは、今後を見据えた上でキーワードになると思います、未来サミットにおいても、次世代、そして若年層の参加を求めています。 ローカルな参画ということについてですけれども、この問題は SDGs がローカルでどの程度進展しているのか、人間の安全保障がこの考えとして共有されているかということをまず見ていく必要があるのではないかと思います。それをを踏まええて上でで何ができるかとということを考えつつ 若者の参加を私たちの全体としての行動に巻き込んでいきたいと思います。続いて原先生。SDGs をこのコミュニティレベルを実施するということに、に人間の安全保障を確保するということに触れました。JICA というのはさまざまな援助を行っていますけれども、質問2に関して、 ジャイカとして人間の安全保障を現地ではどのように促進しているのか教えてください。ご指摘にありましたように、私たちジャイカは多くの経験を有しています。ですから、SDGs に向けてそして人間の安全保障について多くの有効なナラティブがあるかと思います。 ソロモン島の健康と栄養の事例があるというお話をしたんですけれども、今回は災害の軽減とインフラについて触れたいと思います。こちらはトルコの事例ということになります。まず、トルコの事例ということなんですけれども、非常に 世界でも地震に見舞われやすい国でいうのは、皆さんがよくご存知のことかと思います。西南部において、2023年大地震に見舞われたということは、ご承知かと思います。およそ5万人の方が残念ながら命を落としました。1990年代から、アジャイはトルコに協力を多部門において提供しています。 地震に対する予防策であったり災害対策そして政府の官僚に対し教育も提供しましたですからトルコの場合にはこのリスクの軽減という最も良い事例であると思います何か起きた場合に備えているということです 日本はさまざまなツールを活用しながら人間の安全保障に関わってきました。技術援助であったり、借款を行うといった形です。トルコの政府の場合には国レベルの地震対策を構築しました。この災害対策に関して、その支援に関して、日本の特徴と言えることは何かと言いますと。 包括性というのを実践できるという点であると考えます人間の安全保障の原則の一つでありますこの地震対策ということになりますと一つの省庁一つの部門ということだけではなく中央省庁政府そして自治体地方政府すべてが関わる必要がありますということで様々な 研究機関そして制服機関を巻き込んで多面的に行ったという取り組みがこのトルコの地震対策でした。と同時にその連帯という非常に重要な要素も盛り込まれております。例えば神戸、仙台といった都市に関してはご承知のように地震で大きな被害を被った経験があります。 神戸、仙台の自治体のみならず、市民が直接的なサポートをトルコの地震対策に供与しています。このような連帯であったり、共感というのは人間の安全保障を考える上で非常に重要な要素であります。と同時に、私たちが逆に世界中から 東日本大震災の際に温かい恋や資源を頭割る側でした。こちらはトルコの地震対策ということでご紹介しましたが、もう一つ、バングラデシュの事例をご紹介したいと思います。まあ、ここは簡単に説明をしたいと思いますけれども、人間の安全保障ということになりますと、インフラとの、の 改善とということに関してはほととんんど語れることがありませんしかしながら十分にえこれをあさらに拡大していくえこの可能性というのは十分にあるのではないかと思います人間のと安全保障とインフラの強化というあこの2つの関係です。インフラというのは非常に多くのステークホルダーが関わる多面的なものです。 例えば地域社会でこれを実施することによって災害対策になりますし保険も面での解放上を見ることができます特に現在気候変動の影響を多く受けていることを考えるとなおさらですご覧のスライドですけれどもバングラデにおける協力を示すものです定置・覇王という地域なんですけれども 北東部に位置すするエリアでありますこの地域というのは毎年のようにその鉄砲水による洪水の被害を受けておりました。実はインドの領土から国境を越えて入ってくるこの鉄砲水であります。その結果 米を中心とする農作物が大きな被害を受けるということで、所得レベルも悪影響を受けます、このような状況を克服するために、JICA ではバングラデシュに対して、インフラ建設の支援をしました。 こういった自然災害を防ぎために必要なインフラだからです。同時に地域社会の人々のエンパワーメントをすることによってより良い生活にも支援しています。基本的なデザインであったり地域社会への基本的なアプローチというのを行っています。 インフラのの構築そしししてて地元の雇用にに関すする基本的な設計に対して支援をしますこれは実は他の政府であったり他の自治体にも実は適用され活用されていますですからこれをさらにスケールアップしていくというその伸びしろというのはまだまだあると思います多くのパートナーがここに参加することもできます この洪水の問題なんですけども実はインド領土の洪水が波及してバングラーで災害が起きるということなんですけども国境を越えた協力というのも将来を見据えて我々が取り組まなければいけない問題であるかと思います。長い間インフラ部門において仕事をしてきた結果感じていることでありますが。 この開発の実務者としてエンジニアリング、そして調達、そしてインフラの整備ということが中心でありまして、その受益者であったり、ユーザーに関してはあまり考えられてきませんでした。ですから 計画、オペレーション、すべてにおいて、より人間中心の方法策というのを検討すべきであるとは考えています。もっと話をしたいところなんですけれども、時間がないと思いますので、端的に申し上げますと、もっと多くの事例があって、デリーのタッカーのようなバスで、女性の活動の支援というのも行っています。 これも JICA の協力活動の一つでありますが、しかしながら、この辺で、私の説明は終わりにしたいと思いますが、ワーキングペーパーとして、大型研究所の同僚が、女性ユーザーの視点ということで、このマデラの公共施設、交通機関に関しての補強書。 というのがありますあこれが人間の安全保障とインフラの関係についての私の意見でした、うん、ありがとうございました人間の安全保障どういう風に現場で行っていくのかそしてインフラプロジェクトと人間の安全保障との関係これはあ今日聞いてらっしゃる方にも少し新しい視点ではなかったかという風に思います、えー、このシステムの中でのそのエイジェンシーの実 こうというのを人間の安全保障のリーダーとして行っている立場から、フ、え、ェ、ー、デロ様にお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。あの皆さんがおっしゃったことに、本当に合意するものなので、私のコメントは短めにお話をしたいと思います。スターは大使が最近の報告に関連するお話をされました。 学校の報告に関して、えー、私もお勧めしたいと思います。そして、えー、原先生の非常に具体的なあお話、コミュニティレベルの、えー、エンゲージメントというシリポー教授のお話を受けての私のコメントとなりますが、えー、 今ある直面する脅威というのを将来に向けてもう一度見直していく必要があります。どういったことをこの国々で行うのが正しいのか、そして集団的にどうやってグローバルな課題に対処していけるのかということを考えたいと思います。例を挙げますけれども、まず一つ過去を振り返ると、 すべての政策を正しい方向で実施して、リソースの制約もなく、必要な制約、あリソースがすべてあって、適切な政策を実施することができたにもかかわらず、コロナ禍に襲われたというようなこと、そういう例がありました。ですから、どれだけリソースが豊富にあって、政策が良い形で設計され、実施されたとしても、 それでも、まあ、パンデミック、コロナ禍のような危機というのがあるわけです。どの国も、えー、単独で、えー、適切に対処しきれなかったと思います。今後のことを考えますと、スターは大使もおっしゃいましたけれども、この不平等というのが人間開発の中であるということ、収入だけではなくて、例えば死亡率といったようなことも含めて見たときに、 え気候変動の影響ととといいいうこをを考えざるを得ないと思いますどれぐらい私たちが投資をして、適切な政策にリソースを割いて、例えば貧困の撲滅をしようとしたとしても、一国のコントロールで管理、マネージできるものではないということになります。 そしてこのグローバルな課題の相互依存関係ということを考えるときに、これはグローバルの性質として、えー、国が非常にオープン、えー、政策を作るときに、非常にこれ、オープンな形で見る必要があると思います。人々の動きや司法の動きということもありますし、あとは私たちが共有している 避けきれない問題というのも考えざるを得ないと思います。ですから、人間の安全保障の報告を見ますと、連帯ということを保護とかに加えて書いているわけです。まあ、保護とエンパワーメントというのは、ローカルなレベルでもでき得るもので、国レベルでできるものです。もちろんそれも重要でそれがあ、それをやるべきではないと言っているわけではありませんが、それだけでは、あ 自動的な変化に関しては十分ではないわけです。集団的なアクションによって国だけでできるものを超えていかなければいけないということです。最新の報告においてはえグローバルの視点ということについても触れています。どういうふうに、えー、そのグローバル国家 えー、国の,その公共財を提供するかということだけではなくて、えー、グローバルの公共財に対して、えー、投資をして、えー、地球全体で直面する問題に対処するかということについて、私たちは考えを巡らす必要があると思います。そして、えー、どういったエンゲージメント、そしてどういった財務的な。あ ツールを使っていくのかということを、このグローバル広告課税の関係で使う必要があると思います。え未来サミットにおいて、この言葉は必ずしも使われていませんが、このような課題があるということの考え自体は共通で、えー、共有されているという,ふうに考えます。ありがとうございます。ありがとうございます。 私があまり時間管理をしっかりとできなくて、今2分しか残っていない状況で、ディスカッションをパネリストの間でさらに深めていきたかったんですけれども、えー、フロアから1つだけ質問を受けたいと思います。文局化に対処するために女性が果たす役割はなんでしょうかという質問です。ということで、えー ジェンダーの不平等について触れられていたアスターは大使にこの質問をお伺いできればというふうに思っております。いかがでしょうか。ありがとうございます。私の方で、そのジェンダーのおー平等とそこから、えー、前進していく必要があると、それは経済の観点だけではなく、政治的な観点でも。 そうです。えこの数十年、えー、平和活動の中で、えー、少し前進が見られる部分もありましたけれども、そうではないケースもありました。このジェンダーの不平等、そして、えー、女性がもっと経済活動に参加をするということが大事ですし、女性がもっと声を上げる機会を与えていくということが重要だと思います。そして、 えー、レジリエンスといったことも関わってくると思います。そしてこれがさまざまなことに影響を及ぼすものになると思います。女性の自体の権利を高めていくということもありますけれども、他に私たちが取り組んでいる問題にも影響を及ぼすものだからです。 国際の平和活動に関して、女性に関わる部分を、そして人道的な会議においても、この女性に関わる部分というのを成功させていくことができれば、その影響は非常に大きいと思います。女性の役割を によって平和的な構造を国の中で作っていくということが重要だと思いますので、そこで前進をしていく必要があると思います。ありがとうございます。もう、ペドロ氏に質問したいと思ったんですが、 どういうふうに、えー、よりリスクを取っていけるかということで、えー、グローバル公共財、それから集団的な行動によって予測できない未来の脅威に対処していくことが必要だというお話がありました。えー、国際的な舞台でさまざまなアクターと仕事をして、 そして民間や女性の関与というのも積極的に促進されていると思いますけれども、どういうふうに集団的なアクションをこのような世界、そして多くの脅威がある中で、進めていけばいいんでしょうか。ありがとうございます。コンセプト、概念的なところでは、あ その最近のレポートでその平和への道筋という内容のものがありました、5年ほど前に、えー、発行されたものでしょうか、そのときにすでに何を概念的に行っていくべきかという内容はあったと思います、その中での、そしてその分析の中での一つ内容としては、問題を分離してはいけないのではということでした。 開発のアクターが、例えばある国にいて、で危機が発生したときに、その人道的なアクターが入ってくると、例えば、えー、暴力や紛争などのところでいうと、そういったアクターが入ってくると、でその内容ではそのときにもう少し共同のアプローチを取らなければいけないと、HDP のネクサスにおいても、 より統合されれたた。アプローチをを取るる必要があるとといいうことを触れていました私たちに今欠けているのはその概念的なアプローチで皆、えー、が合意するところを実際に行うということです。ここでのチャレンジとしては、まあ、官僚主義というのがあると思います。それぞれ異なる組織の異なる利害やインセンチブがあるということ、それから政治的な面でも、 あるでしょうし財務的な面でもあると思いますそして自体のその、えー、財務の支援がどんなところが来ているのか政府から来ていたりもしくは公家からより広く来ている場合もあると思いますですからどういう風うにこれこの概念を実践していくのかそして何を そういう必要があるかということを明確にしていくべきだと思います。紗和さんのおっしゃった通りで、リスクをより取るということだと思います。え力を持った人たちが、え実際にえリスクを取って、この共同なアプローチというのを取っていくということが必要かと思います。ありがとうございます。あペドロ先生、どうもありがとうございます。 この集団的行動というのは一つは国際社会ということになりますけれども市民社会とのそして学会との連携というのもありますさまざまな知識を集めることによってさまざまな社会の中の実践を 集約させるるととといいうことがあるかと思いますシリポン先生にお尋ねしたんですけれどもその地域のことそして国際社会との連携について何かお考えがあったら教えてください。対話を持つということだと思います。さまざまな市民のレベルにおいての対話です。政策のレベルということももちろん。 考えられれますけれども政策立案に学会関係者も関わるということももちろんあります。地方政府の地元の人たちに関して言えることは、より対話の場を増やして意見を聞くということは重要であります。しかし、同等に重要なのは、その視点が違うということです。その国際的な あ視点でおればもっと広い範囲でありますが地域においては生活レベルになりますですからより広い視野を持って多くの問題を幅広く見るということそのための情報を収集するということだと思いますまず情報を提供するというのが最初のステップで そしてその2つ目の段階として、政策立案に彼らも巻き込んでいくということだと思います。シプラン先生、どうもありがとうございます。すでに時間は過ぎてしまったんですけれども、ご参加の方からの質問も一つお答えしたいと思います。そしてまとめに入りたいと思います。<laughs> マラウィというのは、まあ恒久的に、 災害の影響を受け続けてきた場所であります特に女性であったり脆弱層は、えー、苦しい思いを、えー、が続いてきましたマラウイの一部の人たちがジャイカの災害対策の研修を受けたということがあら、えー、恩恵を込みましたさまざまな,な期待と 違った形で地元に広がることがあるんですけれどもこの難しい質問に原先生答えていただけますでしょうか非常にこれは難しいご質問でありますあでもなんとかお答えしてみたいと思いますトルコの場合でさえザイカと日本は 非常に長い期間関わってまいりました、つまり災害対策ということ、そうすることによってリスクを最小化しようということで取り組んでまいりました。こうした期間を通じて、トルコは複数回地震というのを経験しております。そして残念ながら 2023年でさえも人命多くの人命が失われましたすべてが予想外であったら不確実性というふうな言い方はしたくないんですけれども地震であったり気候変動というのは私たちの通常のあの期待 あるるいはは予測の範疇をはるかに超えております重要なのはこういうことだと思います。JICA が介入するということ、協力を行うということは、すべてを解決できるというわけではないのです。完全にその不確実な何が起きるか未来に対しての防護策にはなることはできないということです。しかしかながら長い期間 連携を取り、えそして協力をするということを多くのパートナー国と行ってきました。日本においても、まあ、様々な自然災害というのを襲ってくるわけですけれども、これを経験しながらここから学んでいくということだと考えます。 ですから、長期的な連携、協力関係があるということは、長い目で見て、これを学ぶ機会であり、予測外のことが起きた場合の乗り越える示唆となると思います。これでお答えになっているかどうかは、ちょっとよくわからないんですけれども、私が以上の考えとなります。ありがとうございます。 原先生どうもありがとうございます。非常に難しい質問であったと思います。お時間も,もう過ぎておりますけれども、皆様のご参加に感謝申し上げます。さまざまなご意見を、参加の皆様に共有していただき、感謝いたします。では、あ今日のディスカッションの総括ということで、原先生にお願いしたいと思います。 非常に重要な問題がここで提起され、宮原先生が上手にモデルレートをしてくださったと思います。ですので、このディスカッションの内容をまとめて、終わりの言葉にしたいと思いますので、数分にお時間をください。 この対話というのが、今日のディスカッションの中でキーワードであったというふうに感じました。公務員と市民社会、開発機関、平和活動かさまざまな人たちの間での対話というのが出てきました。 人間の安全保障というのは実は政治と経済の間の対話から生まれたものであります。緒方先生と丸川先生はそれぞれ違う視点から開発を見ていたわけです。ペトロさんがグローバルな公共財とお話をされたわけですけれどもこれも広い意味での政策立案に広がっていきました。 つまり文局化に対するレジリアンスを構築していくことが私たちが協力し何かを作り出すことによって生まれるのではないかと思います。続いて政府の役割ということになりますが。 国家政府に関しての役割を述べたいと思います。特に人間の安全保障が関わっていることです。その中では、その複合リスクというのが関わっていました。この中で、人間の安全保障のガバナンスということが実は報告書の中に出てきます。民主政府というのが 非常に強化、強硬な政府であれば、効果的に個人の人間の安全保障を守っていくことができます。ですから、制服機関の参加を得て、その介入を明確にするというのではなく、予防をするという点での参加が望ましいと思います。 もう1点はその代表をできるかどうかということだと思います。人々の声を聞くだけではなく、終焉化されている人たちが、意思決定に十分に参加できるようにするということです。ですから、最後のいる人たちをまず優先するということです。ですから次世代に え機会を提供して、えその終焉化されている人たちをメインストリームに参加してもらうということは、日本でも重視されていますので、求められると思います。代償をかかわらず、ええつまり、え孫落から国連に渡るまで、え意思え決定ということが必要になってきますので、 そういったあ政策が必要で最後の点ですけれどもこの税制について触れたいところですけれどもこの辺にしたいと思います。今日はご参加いただきありがとうございました。今日のテーマですけれども、えー、未来サミットそしてその先ということ UNDPOEC。UN そしてアジア諸国が人間の安全保障と SDGs を推薦するということでした。アナさんが,原さんが言ってくださったように人間の安全保障にはさまざまな入り口がありますのでそれを活用しながら今後も連携を続けていきたいと考えます。どうもありがとうございます。根先生どうもありがとうございました。では今日のセミナーを。 終了したいと思いますえご参加いただきました皆様,様様々な意義あるご意見をありがとうございましたご参加いただきました皆様に単してもどのようにすれば私たちが SDGs の目的への達成を人間の安全保障の視点から促進できるかということについてお話をできました今日はご参加いただきありがとうございました